あ、クッキーさん、朝晩ありがとうございます。こんばんは。お寿司は縁側が好きです。オーディション以来です。ありがとうございます。そう、さっきモバメでも送ったんですけど、鬼まんじゅう今日食べて、そう、昨日コメントにあったね、お店もうね、鬼まんじゅう食べたの。そう、鬼まんじゅうとかそういうのが好き。大学芋、大学芋、大学芋が一番好きですね、芋のなんか加工した中では。あ、浩平さん、音符ありがとうございます。あ、そう、スタバの新作、この前、この前じゃないわ、秋ぐらいに出たスイートポテトのやつがめっちゃ飲みたすぎて、あの初日にお母さんと飲みに行きました。もうずっと飲みたくて、あと何日、あと何日って思ってて、でお母さんに連れてってもらって、そう、あ、青メガネさん、アイスありがとうございます。あー、口が鬼まんじゅうの口になってしまった。買いに行きましょうこんな時間だけど。鬼まんじゅう食べたことない方食べてみてください。めっちゃ美味しいから。うん、ただいま、おかえりなさい。そう、めっちゃ好きなんですよね、本当に。この地方では給食でも鬼まんじゅうが出るよ。私出たことない。この地方っていうのはどの地方ですか？そう、境にはね、スタバそこら中にあるんですけど、なんだろう、あの、あれ、都会しかないですよね。あれ、なんか、なんていうの、住宅地とかにはね、ないから、連れてってもらわないといけないですね。あ、豆知識とかやってました。またいつかやりますよ。ふきさん、ハートありがとうございます。初見ザンスありがとうございます。あ、東海地方しか売ってないんですか？あ、そうなんだ。この食べ物の話題が盛り上がる感じ、ごはんちゃんのショールームって感じみんなはもう、あれ、他の子はあんま話さないかな、こういう話は。のぶたさん、タコありがとうございます。今年の目標は、今年の目標は、そうですね、真面目な目標は、とりあえずあれですね、劇場公演ですね、今年は。でもいつからできるか分かんないから不安。はじめまして、はじめまして。ローストビーフ、すごい、自家製。フォローしました、ありがとうございます。あ、アイチェルさん、ハートありがとうございます。クッキーさん、マラありがとうございます。高柳さんとクロスはハードルがハードルが高めですね。
名前呼んで、さとちゃん、さとちゃん、料理はしますか？今日もしました。夜ご飯作りました、私が。そう、炊飯器で作れるんですか？初めて知った。みきちゃんが石出さんのこと大好きみたい。ありがとう、みきちゃん。私も大好き。てかみんな大好きなんだけど。何作ったの？いっぱい作りました。いっぱいじゃないわ、いっぱいじゃないんですけど、まあすごい簡単なやつなんですけどね。なんか素が入ってて、よく売ってる、なんだろう、素を使ってやるやつ、簡単なやつです。はじめまして、はじめまして。あ、アブさん、ありがとうございます。何これ、小判って言ったらいいのかな。クッキーさん、バラありがとうございます。